私の名前は深沢梢、戯曲作家を生業としている。先日妻に突然見下り範を突きつけられた。この作品は私たち夫婦が直面した危機を限りなく事実に接近して描いた新作戯曲である。ゆうべ誰といた？友達に戻ったらまた仲良くなれるかも。相変わらず芝居だけはいいな。芝居だけは。俺と静香さん付き合ってるんです。はぁ、何言ってんの。恋する女の子です。乾杯。ちょっとだけこのままでいいですか？いいわけないだろう。ちょっと一緒にしないで。これって実は。で、暴力振ったわ。やめろよ。やめろよ。俺には歩美って女がいるの。俺は歩美を愛してる。だから俺から二人がちゃんと向き合って考えよう。私の名前は深沢梢。異曲作家の役をやるときはさ、お前人殺す。妻に突然見たりファンを突きつけた。お前酔ってるって。この作品は私たち夫婦が直面した限りなく事実に接近している新作戯曲である。離して。私たちさ、夫婦じゃなかったんだよ、きっと。仲良くなりすぎちゃっただけだよ。